こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。一帯一路、コロナ禍戦略。The Belt and Road Initiative, BRI、いわゆる一帯一路構想は、2013年の習近平によるシルクロード経済ベルト構想から始まった。中国を中心として、 ベルト帯は陸上の地帯を表し、ロード道は回路を表す。莫大な融資と投資を約束するという中国の誘いかけに、資金難だった発展途上国は飛びつき、実際に現地でインフラへの課題とも見られる投資が行われてきた。 債務の罠。実際にスリランカでは負債が返済できずにハンバントタ港が2017年よりほぼ100年間99年間にわたり中国国有企業に咀嚼されることが決まった繁栄共存という美辞霊句の裏で中国による植民地化と批判されている 中国から発したコロナウイルスのパンデミックでベルトロード一帯一路構想も打撃を受けているフォーリンポリシーの記事はコロナウイルスで打撃を受けたものの一帯一路は死なないと記事に書いている新型コロナウイルスパンデミックの直撃で一帯一路プロジェクトの60%が打撃を受けたことを 中国外務省は認めた。2021年、低所得国は債務危機に直面しているため、中国の貸し手は莫大な損失を被る可能性がある。しかし、一帯一路は死んではいない。それどころか、習近平と中共幹部らはラッパを鳴らし続けている。2021年、 中国は伝統的な国内外の資本集約的なインフラへの新規投資を縮小し始める。パンデミックは実行不可能なプロジェクトの損失を削減するための言い訳を提供しているのだ。その代わりに一帯一路は公衆衛生、特にワクチンとグリーンテクノロジーデジタルサービスへと焦点を変更するだろう。 グローバルポリシーは中国のヘルスシルクロード構成に対して西側諸国がどのように反応すべきかという記事を書いている中国は頓挫しかかった一帯一路構想をコロナウイルスのパンデミックを機にヘルスシルクロード健康シルクロード構想に変容させることで頓挫したインフラ投資を 医医療療機器ととワクチンによる医療投資へと変化させているドイツが主導する EU は、WHO の人的・物的資源を増やすことから始めて EU をグローバルなアクターとして位置づけることで、権力の空白を埋めるべきだとグローバルポリシーは主張している。しかし、 中国がコントロールしていると言われる WHO で EU は自らがアクターであるというプレゼンスを果たして打ち出せるのだろうかこのツイートでは中国のヘルスシルクロード構想は新型コロナウイルスのパンデミックが発生するよりずっと以前の2017年から WHO と共に明らかにされていた としているこれは一体どういうことなのだろうかちなみにベルトロード一帯一路は別名ニュー・シルク・ロードとも呼ぶように現代版のシルク・ロード構想であるこの図は紀元前500年から紀元500年頃のシルク・ロードのルートである赤色は陸上のシルク・ロード 青色は海上のシルクロード船のルートであるシルクロードとベルトロード一帯一路を比較してみる左側がシルクロード右側がベルトロードだシルクロードとベルトロードを比較して大きく異なっている点は 1. 1シルクロードでは東欧の陸上ルートがなかったが、ベルトロードでは東欧経由で西欧まで通じていること。2. 海のシルクロードでは主に沿岸ルートだったのが、ベルトロードでは外洋の大回りルートに変更していることである。ベルトもロードも 赤い線にした図がこちらの図である。この形を見て思い出すものがある。この形はあれに似ているように私には思える。それは、オオカミである。私は BRI、ベルトロード構想を西を向くオオカミと勝手に呼んでいる。 米国共和党のミッド・ロムニー上院議員のツイート中国の戦略の一つは諸国に投資してアフリカのような地域において経済的な便益ではなくて地政学的な支配を増すことにある米国は先を見越してこれらの国々に積極的に投資しなければならない投資することによって それらの国々が中国と手を結ぶという困難な決断をする必要がなくするようにするのだと共和党のミッド・ロムニーは主張している今日はこの辺にしたいと思いますお気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします最後までありがとうございましたそれではまた